森森ライオン株式会社。この番組は一関欧州キリンヤグループフードパワーセンターバリュー、高齢者福祉複合施設ブライトステージ、有限会社ヘルスタイム、総格本舗マルキアの提供でお送りします。おはようございます。岩手を元気にする地域活性化番組、その名もラジオ番組なのに森森ライオン株式会社、今週も始まりました。この番組は岩手で活躍する元気な方々をゲストにお招きし、その元気の源を探り伝授していただこうという番組です。暮らしを豊かにするコツがちょっとだけわかるかも。それでは森森ライオン株式会社、本日の出席を取ります。はい、私営業部長の桜ひろ子です。はい、人事部長の石川美希子です。この番組はゲストとのトーク中に私たちがピンときたポイントにガオーと突然ライオンの鳴き声が響き渡りますよね。そして番組の最後にはゲストに半ば強引に森森ライオン株式会社にスカウトしてしまうという楽しい番組です。はい、では石川人事部長、はい、今日も土曜の朝から元気に私たち出勤してまいったんですが、はい、ゲストのご紹介をよろしくお願いします。盛岡大学附属高校野球部総監督澤田真一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、さあまずはですね、総監督、はい、もう春の選抜甲子園初勝利、本当におめでとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。いやー、もう県民が本当に喜びました。喜びでしたよ、ね、テレビをずっと見ておりました。感動感動でした、ね、感動のさようならがちゃったんですよ ね、 ね、鳥肌ものでしたよ ね、 いや今振り返ってみてね、総監督いかがでしたでしょうか。いや本当によく生徒頑張ったなと思います、うん、本当にあの長い時間かかって、うん、一生ができたということ本当に喜びであります、うん、そうですか。それでまず甲子園出場何回目にしての勝利だったんですか、うんうん、私はあの監督としては7回甲子園出まして、はい、7回とも負けてしまいましたが、今教え子の関口監督が今回3回目、合計10回目で念願の1勝を勝ってくれました。いやもうね、あの皆さんもご存知だと思いますが、この澤田監督といえばですね、岩手のこの高校野球界屈指の名監督として知られております。監督業といえば本当やんちゃな子どもたちを本当一つにして勝利ね目指して、そしてすごい大変なお仕事だと思うんですよ。で、澤田監督流の指導方法とか教育の信念などあったら、なんかちょっとここで、ぜひ教えてほしいんですけどね。やっぱりあの当然高校野球ですから勝利を目指すというのはこれは基本だと思います。ルールブックでも相手よりも1点を取って勝つことっていうのが野球のルールブックの日常として書いてますから、しかしながらその勝つためには何が必要なのかというと、やっぱりみんなから信頼される、信用される、いい人間、いい集団というのがやっぱりそういうふうになってくればですね、必然的に強くなるんじゃないかなと。指導者が見てなくても頑張って練習をする、これはやっぱりいい集団、いい人間たちじゃないとできないことだと思うんですね。先生方に応援してもらえる、地域の方にも応援してもらえる、保護者に対しての深い感謝を持てる、そういう集団生徒になれば必然的に強くなると思ってます。いやでも本当子どもたちも本当澤田監督にねついて3年間、やっぱり1年生の時はこうひよこだった子たちのこの成長ってすごいですかね。3年間の成長っていうか、そうですね、やっぱあの間違いなくダメな選手っていうのはいないです。ですからみんな可能性があるんですね。ですからもう諦めないようにと、でこれでもかっていうくらい信念を持って指導すれば必ずその子たちが結果を出してくれます。これはもう間違いないことなんです。いやなんかね、お座りたいね。いや本当なんか聞いててなんかすごい熱くなってきたんですけどねえ、なんかそして自分の子供たちもちょっと本当にね、教えてもらいたいっていう感じですよね。お願いしたい感じしますね。いや本当にね、あの澤田監督はなんかとにかく笑いを取るらしいですね。授業では必ず笑いを取ってなんぼみたいな、やっぱりあの笑いっていうのは、コミュニケーションの基本だなと
ですから笑わせることがですねやっぱ元気につながったりとか、ね、やる気につながったりそういったことでいい効果を生むと思います。いや、とにかく笑いで褒めるというのが、そういったことでしょう、ね、普段は何の教科を教えてらっしゃるんですか。1年生にはあのチリっていうのを、あ、チリっていうの、はい、あのバッチリバッチリっていう感じで笑い取ってるんでしょうね。もう目に浮かびますね。もちろんあの授業するときはこれも本当に大変なことなので、一生懸命あの自分でも教材研究をして伝えたいことを最初に持ってってですね、もう尻滅裂にならないようにとにかく一番のポイントを最初のスタートから持っていくと、で最後もまたそれのこう繰り返しということでそのなんとか伝えたいなと思ってますけど、澤田監督のもとを巣立った子どもたちはまた戻ってきて、なんかその結婚式とかにもね、すごい回数呼ばれてる。あ、そうなんですか、恩師として。あの今までですねちゃんとあの計算してきましたまあ教え子、まあ、三沢高校、青森山田、森大附属で全部今までのは107回出てます。で同じ人間に2回行ったとしかも2回とも新潟県でしたので大変な旅費がかかったという思いでなります。いやちゃんと2回目も来てくれる先生なんてなかなかいない。愛がいっぱいでございますけれども、いやそんなね澤田総監督にぜひねあの今後のこの岩手の野球の底上げなんですけれども、どのように監督は考えてらっしゃるのか伺いたいんですが、やっぱりあの他県を見てもですね、どこもやっぱ強いチームがありまして、そこを目標にやっている。でそのチームの強さっていうのがその県の強さ、地域の強さになると思うんですね。で今回、ここ数年の岩手県のこの、まあ、盛り上がりといいますかですね、やっぱりなんといってもあの花巻東高校の菊池君だったり、あるいはあの大谷君だったり、そういう強い花巻東に負けないというようなことで頑張っている、いろんなこう学校の努力が今回岩手県のこう強さ、今現在の強さにつながっているんじゃないかなと思っております。ですから強いチームが出てくるということは、それだけあの他のチームにも向上のチャンスが発生するということだと思いますけども、またそのやっぱり岩手の高野連自体もすごくあの監督は評価してらっしゃるようなんですけれども、あの本当に献身的なボランティア精神、はい、スーパーボランティア精神を岩手県の高校野球連盟の先生、また審判の方々、そういったこの、まあ、努力が今の意気健康の強い岩手県につながってきてるのかなと思っております。本当に岩手県の高校野球の指導者の方、そして岩手県高野連の先生方の努力っていうのはすごいものがあります。はい、チームワークですね、何事においてもね。さあそういうことですね、まあ、もちろんそして森大附属の今後のますますの快進撃、私たちはね、期待しております。いかがでしょう監督、夏はどうでしょう、今度は森府は。夏は勝てないと思います。そうなんで今ここで夏も行くぞみたいな感じで終わってほしいですか。そんな野球はですね、スポーツは甘いもんです。すいません間違えました、そんな甘いもんじゃないです。ですから当然あのどこの学校も今度はうちが出るんだと思って向かってくると思いますからね、ですからここから伸びたチームが勝っていくんだと思います。ぜひね、そうはおっしゃいますけれども、そうです、ね、夏もぜひ本当に応援させていただきたいと思います、ね、というわけで今日はですね、盛岡大学附属高校野球部総監督の澤田真一さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。